はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきます。今回は、ブラックニッカのクールハイボール。アルコール度数 7%。期間限定です。クーリング&ミントフレーバー。清涼感を感じる香料を使用しています。ミントフレーバーだから、そういう系なのか。ハイボールにミント感を出したみたいな感じなのかな。原材料がウイスキーと、食物繊維と糖類と香料と酸味料とカラメル色素となってます。なんか、色がね、この、青いんで、一瞬何かなと思って。そしたら、ハイボールって書いてあるから。なかなか珍しい。ハイボールに、まあ、モヒートみたいにあれ、ミントを加えたみたいな感じなんですかね。それじゃあ、乾杯。なんだこりゃ。なんか、すっごい薄い、なんか、薄いハイボール。しかもなんか甘い。ほのかに甘い。なんか、ウイスキーの甘さじゃなくて、もう砂糖が入ってる。これ結局糖類って書いてあるから砂糖入ってる。はえ、なんじゃこりゃ。薄いハイボールの、ちょっと確かにヒヤッとするミント感があるし、そして甘い。うわぁ、なんか微妙、これまずい。普通にまずい、なんか。なんじゃこりゃ。まあ、クールハイボールとかって書いてありますけど、最近、ちょっと今寒いですよね。今日も寒かったんですけど、最高気温21度ぐらいだったんで。普通に寒いんですけど。ニッカ。ああ、確かになんかミントっぽいわ。口の中がひんやりする。そういえば、ブラックニッカのディープブレンド。あ、もう6月2日発売だからもう発売してるわ。ブラックニッカのね、新しいウイスキーが出たんですよ。度数45度のディープブレンドっていうのが。そういえば出たっぽいな。買ってねえや。今度買ってこよう。へぇー。ディープブレンド。度数45度ですから、なかなか強めのやつですね。うわぁ、なんかこれあんまうまくねえな。アイス。癖のないクリアな飲み心地のブラックニッカクリアをベースにクーリングフレーバーとミントフレーバーで喉を通るシャープな清涼感と爽快な炭酸の刺激を実現したハイボールです。まあこれ夏にって言っても微妙だな。甘いからちょっと夏は夏であんまり飲みたくねえな。で、同時にですね、アイスコーラというのも出ています。ニッカハイボール。まあこれは次の動画であげます。撮りますが。微妙なの上になんかすっごい薄い。ものすごく薄い。なんかウイスキーの感じがなんか薄い気がする。
そもそも色も薄いし。微妙。まあでも、ヒヤッとするのはまあ、まあ、ね。まあいいんじゃないですか。ヒヤッとする。ね。このヒヤッとするのはいいんだけど、普通にトール入れなくてもよかったんじゃないかな。あともうちょっと濃ければよかった。もうちょっとウイスキーが濃ければ、まあ、まだ良かったんですけど。ものすごく薄い。なんかこう、角瓶の濃いめみたいな感じで、濃いめの、あれがいいよね。ハイボール。ブラックニッカシリーズはだいたい濃くないから、だいたい薄いんだ。ニッカウイスキーの、あれは、ハイボール基本で薄いからな。基本的に薄い。基本的に薄いっていうよりは、そもそもニッカウイスキーのその、多分これに使われてるウイスキーが多分ブラックニッカクリアなんで、おそらく。うん。まあ薄いという。本当に初心者向けの味。薄い。そして甘い。で、香りが弱い。もう3拍子揃ってる。うん。まあ、やっぱり、うん。あれですね。角瓶の濃いめ、ハイボールシリーズの、缶のやつだったら、角瓶の濃いめがいいですね。ブラックニッカディープブレンドというのが、これいくらなんだろう。1500円ぐらいかな。うん。アルコール度数45度か。高いっすね。うまいかな。ブラックニッカ8年よかは、うまいのかな。ブラックニッカ8年よかうまいのか。ディープブレンド。ブラックニッカ8年かなり美味しいからか。いくら？これが、価格が、いくらでしょうか。ディープブレンド。いくらだ。アマゾン、あ、1500円ぐらいか。Google ショッピングだと、1500円ですね。うん。となると一応8年よかは高い。
まあ、リッチブレンドも、まあまあだったけど、あんまり濃くはなかったよな。ブラックニッカ8年ぐらいの濃さがあれば嬉しいんだけど、どうだかね。まあ、今度買ってみます。濃く、薄い、甘み、まあそれなりに甘い、香りも薄い、美味しくない。はい、1322です。ご視聴ありがとうございました。